こんにちは。カナル在住の山達です。トランプ大統領、勝利の道はこれ、日程からわかる狙い、世論調査の現状ということで話をしていきたいと思います。 はい、えー、11月5日の大統領選挙まで残すところ3日ということでカウントダウンでございます。で、えっと、もうすでにですね、2020年の再来と言わんばかりの、まあ、違法行為が各州から報告されていて共和党が提訴するという、まあ、お決まりのパターンがもうすでに始まっておりまして、まあ、詳しい話は明日の動画で、えっと、この裁判絡みの話はいろいろ紹介しようかなっていうふうに思っているんですが、 えっと、例えばですね、もう今まさに、えっ、ー、と、この動画を収録している最中ジョージア州の重要なところで、あの、リアルタイムで選挙犯罪が行われております。はい。ちょっとその話をね、最初に余談にはなっちゃうかもしれませんが、紹介しておきたいと思うんですが、えっ、ー、と、それに関わる先週あった話をまず紹介していきたいと思います。えっ、ー、と、とある民主党活動家さんがですね、ハニトラ覆面取材に引っかかったんですね。で、その動画によると、2020年以降、 民主統計団体がどういう手口で、まあ、悪い手口で、えー、その違法な票集めをやってたかっていうのを、まあ、ベラ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 喋ってたんですね。で、その話によると、 ま、ジョージア州みたいなそういう激戦州を含めて、基本的に民主党のその団体の中にはルールがあると。えっと、共和党優勢地区では活動しない。で、民主党が優勢な地区で、えっと、違法な票集めを基本的にやるというのが基本ルールのようなんですね。で、えっと、なんでこうかって言ったら、ま、冷静に考えればわかることではあるんですけれども、共和党が優勢な地区って基本的にあの、田舎の方が多いんですね。ま、人口が少ないんですよ。なので、そこでどっさり票がいきなり来たら、めちゃくちゃ怪しいんですよね。 で、一方で民主党が優勢な地区って基本的に都市部になってくるので、まあ、どれだけどっさり集まったとしても、ああ、今回の選挙こんなに注目されてるんだ、みたいな感じで解決できちゃうんですよ。っていうようなことがあって、えっ、ー、と、基本的には民主党優勢地区で違法な票集めをやるようにしてるっていうことを、まあ、ベラベラ喋ってたんですが、えっ、ー、と、まあ、この件に関してですね、今まさにリアルタイムで今日ですね、行われているさなかなんですね。はい。で、えっ、ー、と、その話を最初に紹介するんですが、一応ね、今回の動画のメインのテーマは、 トランプ陣営が結局この大統領選挙どのような方法で勝とうとしているのかっていう狙いっていうのが、まあ、その選挙ラリーの日程から見えてきますねその話とあとは今連日発表されています最新の世論調査結果で、まあ、平均とどんな今感じになっているのが2016年2020年と比較してどうなのかとかあとはその両政党がそれぞれ優勢な結果のものですよねあのやっぱりそのトランプ大統領優勢なものをねあの 大々的に報じる人もいれば、一方でカマラ・ハリスが優勢なものを大々的に報じる人もいるみたいな感じで、結構分かれたりとかもするんですが、一応ここは公正にあのね、両方ともが優勢なものを皆さんに紹介していきつつ、あとはあの、毎回のね、その大統領選挙の結果をほぼ当てている、まあ歴史家さんがどういう風に言ってるのかとか、あと2020年選挙と2022年選挙、両方で正確な結果を出していた調査会社があるんですが、まあそこの結果はどうなってるのか、まあ、このあたりをね、一気にまとめていこうと思います。ちょっと ちょっとまた今回の動画も長くなるかもしれませんが、えっと、最後まで聞いてっていただけたらっていうふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、まずは、今、リアルタイムで行われている選挙犯罪に関する話なんですが、えっと、激戦州の一つのジョージア州の中でも、民主党の最重要選挙区、で、まあ、評伝の一つがフルトン軍っていうところなんですね。あの、ジョージア州ってあの、アトランタオリンピックが開かれたアトランタがあると、えっと、州なんですけれども、そこの中、そのアトランタにまたいでんのか、 フルトン軍なんですね。で、まあ、ここだともう3つの軍で、あの、同じようなことが起きてるんですが、えっ、ー、と、今日11月2日です。で、明日3日です。この2日間に関しては、えっ、ー、と、期日前投票の受け入れってやっちゃいけないらしいんですね。その、州法の規定でされていて、 えっと、なんかその投票所が開いていない時はやっちゃダメですみたいなそういう規定になってるんですが、フルトン軍独断で受け入れるって勝手に発表したんですよ。で、そこだけじゃなくて、コブ軍とかディカーブ軍とかグビネット軍みたいな、その、まあ、基本的にこの4軍は民主党の評伝地区です。ここで、州法で、 受け入れちゃダメだよって言われている時に、受け入れるって言い始めてるんですよ。まずこの時点でなんじゃそりゃって話ですよね。昨日の時点で共和党がこれを、あの、いや、それ法律に違反しているからすぐにやめろって声明出したんですよ。で、昨日そういう話があって、今日当日迎えました。え、民主党側何をやあ、ちなみにフルトン軍はもうゴリゴリの民主党支配軍です。はい。で、えじゃあフルトン軍どう対応したかって言ったら、えっ、ー、と、まあ、その、通達が出まして、 関心の立ち会い禁止すると。もう法律違反とかのレベル大幅に超えているんですが、あの、もう立ち会いにも入れちゃダメ。だから、どんな人がどれだけの票をガバガバ持ってきてるかどうかもわからない状況。うん で、しかもそもそも持ち込んじゃいけない日っていう、もうめちゃくちゃのことをやってるんですね。で、えっ、ー、と、さっきね、あの、共和党側が、あの、速報で発表してたんですが、えっ、ー、と、猛烈な抗議をした結果、一応立ち会い人は OK になったってことなんですが、ただそもそもこれ今受け入れてじゃいけない期間なので、えっ、ー、と、そこに関して今裁判やってる、あと提訴したばっかりっていう感じですね。はい。で、さらに言うとですね、バイデン政権なんですけれども、今回その選挙犯罪の監視員みたいなのを送り込んでるんですけれども、えー、現在その堂々と行っているのが、 この4軍なんですねフルトンコブディカーブ軍グビネット軍なんですがここねそのバイデン司法相から監視員派遣されてるところなんですよ。お前ら何やってんだっていう話ですよねっていうようなえこれもまさにね2020年の教科書通りのやり口でしてその、えー、と現場の人とか え、張であるとか、なんかその、政治家ではない人たちが勝手にルールを変えて、で、えっと、それを裁判所が容認することによって、その、本来だったらね、選挙のルールっていうのは、えっと、立法府、衆議会を通して法律変えないといけないはずなのに、え、なんか強制強行して、で、裁判所がそれを容認するみたいなやり口をやることによって、民主党側にとって良いルールにしていこうみたいなことが、ま、4年前もあったんですが、今回また起きてるんですね。 はいまあ、こういう、ね、犯罪行為非難しない僕民主党支持者は本当軽蔑したいなとうう思うんですが、まあ、こんなことがですね今現在リアルタイムで起きてますということで、ちょっと善と多難という感じですよね。まあ、とりあえずこんな、えー、と話があってとりあえず、多分裁判に関する話は今日の午後とかには出てくるかなとうう思いますので、午後というか夕方ぐらいには出てくるかなとうう思いますので、何かしらの続報あったらその動画で皆さんに紹介したいと思います。はい で、えっ、ー、と、今日のメインテーマは、あの、トランプ大統領がどういう感じで勝とうとしてるのかとか、あとは世論調査どうなってるのかっていう話なんですが、えっ、ー、と、まず最初にその、どういう勝ち、勝ち、勝つ、その、道筋を見てるのかっていう話なんですが、トランプ大統領のこの最後3日間の選挙ラリー日程から、まあ、狙ってると思われる勝利の道ってのは見えてくるんですね。えっ、ー、と、例えば今日11月2日は、ノースカロライナ州でラリーやって、その後バージニア州、まあ、北にありますよね。そっちに移動して、ね、で、またノースカロライナ州で カロライナに戻ってくるっていう。そういう行ったり来たりをしますとで、明日11月3日はペンシルベニアスタートしてノースカロライナ行ってでまえー、っと。その後ジョージア州行きますと。 で、11月4日は、ノースカロライナスタート、ペンシルベニア、もう一箇所ペンシルベニアで最後ミシガンに行くっていう感じで、あの、まあ、ミシガンはね、最後追加でありますけれども、まあ、見ていただいてわかる通り、基本的に最後の3日間って、ペンシルベニア、ノースカロライナ、ジョージアに集中してるんですよね。で、この東海岸のところで最後締めるみたいな感じになってるんですが、これ実際にね、その激戦州って言われているところで、えっと、ネバダ、アリゾナ、ウィスコンシン、ミシガン、ここの結果がわからなかったとしても、 ペンシルベニア、ノースカロライナ、ジョージアっていうこの最後3日間で力入れているところでトランプ大統領勝てばもう選挙人票必要な270到達するんですよ。 なのでもうネバダ、アリゾナ、ウィスコンシン、ミシガンで勝つ必要はなくなるわけなんですね。っていうようなことで、まあおそらくこのルートが一番現実的にあるんじゃないか。特にジョージアに関してはね、結構勢いはいいですし、でまあ仮にね、ノースカロライナのハリケーンの影響とかもありますから、結局結果がどうなるかわからんっていう感じなんですが、ここに関してはそのアリゾナとネバダ、期日前投票の状況が結構いいので、でこの2つって足すと17の選挙人票になるんですね。え、つまりノースカロライナの16をその代替として え補うことができますからまあそんな感じでえこのペンシルベニア、ノースカロライナジョージアをしっかり抑えてまああの勝,利勝利をしましょうみたいなそういう道筋になってんじゃないのかなっていうふうに言われております。とい,いうようなもうほんと最後のところまで今、来てるっていう感じなんですけれどもまあ実際はねもっとねえっと何なら全部取ってほしいななんて思ったりとかするんですが今日一1つ面白いねい報道が出てきたのが。 あの、ミネソタ州、一応ブルーステートではあるんですけれども、ここってあの、ソマリア系の移民がめちゃくちゃいるんですね。で、そのソマリア系の、その、 団体のリーダーさんが今日会見やりまして、トランプ大統領を支持しますって発表したんですね。ミネソタ州知事が民主党側の副大統領候補さんなんですね。まあ、その人をもう差し置いて、ティム・ウォルズを無視して、トランプ大統領の支持声明出したっていうのは、まあ、これいい影響がね、最後の一撃で出たら、ミネソタの銃もね、これ取れたら結構でかいですからね。はい。 まあ、みたいな話もあるんですけれども、えー、というようなことが、まあ、ラリー日程から見えるかなというふうに思います。で、ここからその、世論調査結果をちょっと皆さんに紹介していくんですが、その上で一個、昨日あの、 世論調査の激戦になっていること自体おかしいんじゃないかみたいな話があったら、それを紹介しておきたいと思います。あの、世論調査団体の538っていうね、えっ、ー、と、今 ABC ニュースが運営しているんですけれども、それを創設したのが、プロポーカーのネイト・シルバーっていう人なんですね。で、彼が、そもそも今世論調査が激戦になっていることっておかしいんじゃないかって指摘してました。昨日僕、あの、ね、世論、そもそも今激戦になっていることって、何を、どうすれば後は、 変わるんだねみたいな話、ちょっとしたじゃないですか。まあ、あれではなくて、そのシンプルに数字を見て、あの、現実的にありえないことが実は起きてるらしいんですね。えっ、ー、と、まあ、それがこれなんですが、そのアリゾナ、ジョージア、ミシガン、ネバダ、ノースカロライナ、ペンシルベニア、ウィスコンシン、基本的に、どこもかしくも、あの、何度も言ってますが、誤差の範囲内抜け出せてない結果がしかないんですよね。で、えっ、ー、と、ネイト・シルバーさんは誤差の平均値は一応プラスマイナス2.5%っていうふうに仮定しているんですが、 その世論調査出てきました。で、えっ、ー、と、その2.5%以内になっている結果っていうのが、えっ、ー、と、全体のここ78、78%だっていうことなんですね。で、えっ、ー、と、これ、えっ、ー、と、この7州すべてが、誤差2.5%以内に収まり続けるっていうのは、えっ、ー、と、9兆5000億分の1の確率らしいんですよ。 で、え、これどういうことかって言ったら、その世論調査結果、世論調査って大体、まあ、少ないと600とか800ぐらいのサンプル数、多くても千何百とか、まあ、3000ぐらいのやつとかもありますけれども、えっ、ー、と、基本的に、まあ、その、ちっちゃい数字なんですよね。で、そうなってくると、外れ値っていうものが出てくるはずなんですよ。 ところが、その外れ値になっていない2.5%以内のものが、これネイト・シルバーさんのその独自見解なんですが、例えばアリゾナだったら普通は54%が2.5%以内で。なんで外れ値のやつが46%ぐらいないとおかしいんじゃないかみたいなこと言ってるんですが、実際は69%、7割ぐらいが誤差2.5%以内のものばっかりであると。 で、こういうのがどんどん積み重ねて、ウィスコンシンに関してはもう、誤差2.5%以内のものが92%。 もあるというようなことで、これ280万分の1の確率らしいんですが、そんな感じで外れ値が少なすぎる。なので、えっと、結局その平均をね、取った、そのいろんな分析も出てくるんですが、そういうものも正直取りにくくなってるというようなことで、まあ結局この、ま本当にね、僅差なのかもしれないけれども、とはいえ、外れ値が少なすぎることが明らかにおかしいってネイトシルバーさんは言っていて、まなのでその2016年、2020年のこととかもあって、もうあえて、 もう誤差2.5%以内にすることによって、ほら、外れてはいないでしょみたいな感じにしていこうとする、そのかなり、うーん、保守的って言い方変ですね。保身的って言ってもいいのかな保身的な調査の取り方、またはデータの使い方をしてるんじゃないかみたいな、そういう、まあ、測ではあるんですけどね。そういう話もありますので、まあ一応ね、あの、世論調査結果、そのまま鵜呑みにするわけにはいきませんが、こういう変なところが今回はあるよということが、 まあそのね、プロポーカーって結局あれですもんね、分析とかすごい人ですもんね。あの、確率論っていうんですかね。えー、なので、そういう観点から言うと明らかにおかしいということなんですが、はい。まあ、一応それも踏まえて今回の話を聞いていただけたらっていうふうに思うんですが、えー、と、まずは、えリアルクリアポリティクスの平均値を皆さんに紹介しておきたいと思うんですが、 えっと、全米と、あと、現役選手の平均の、えー、2016年、2020年との比較ですね。えっ、ー、と、それぞれ線引いてありますが、えー、例えばこの全米に関しては、一番左が2016年の時、トランプ大統領とヒラリー・クリントンの間での、えっ、ー、と、その、 支持率の差ですよね。え、この時、これマイナス、青色になってる方は民主党側の候補がえプラスになってました。で、赤色はトランプ大統領がプラスになってましたっていうものなんですが、えっと、全米見ると今、トランプ大統領とハリスは、えっと、えー、対0なんですね。で、えー、っと、2020年選挙の時はバイデンがプラス7.8だった。 で、えっ、ー、と、2016年の時はヒラリー・クリントンがプラス1.5だったというようなことで、そう考えると今いい感じですよね。はい。で、バーって見ていくと、まず目につくのが、全米、アリゾナ、ネバダ、ジョージアでノースカロライナ。この、えー、と5つの結果に関して、えっ、ー、と、2016年の選挙結果とおおむね近いかなっていう感じなんですよね。 ええと、まあ、全米はちょっと近いっていうのは言い方変かもしれませんが、まあ、同じような誤差なのかなと。で、アリゾナに関しては2016年トランプ大統領をヒラリーに対してプラス4つけていて、今カマラ・ハリスにプラス2.3つけていると。ネバナに関してはヒラリーにプラス2つけていたのが今プラス1.5。で、ジョージアに関しては4.6つけていたのが今2.6だと。で、ノースカロライナはヒラリーに対して1.8のプラスつけてたのが今1.5になっている。 で、えっ、ー、と、まあ、そういう風うに見ていくと、あのー、2020年との比較を見てみると、まあ、正直、近いものはどこもないんですよね。基本的にもうすべて2020年よりも今回パフォーマンスは大きく上回ってるかなっていう感じです。はい。あと、ウィスコンシン、ミシガン、ペンシルベニアっていう、いわゆるあのブルーウォールと呼ばれるようなところに関しては、過去2回両方をトランプ大統領を上回ってるかなって印象ですよね。えっ、ー、と、2016年はヒラリープラス5.5、2020年バイデンプラス5.7がウィスコンシンだったのが、 今プラス0.2でミシガンに関しては、えー、と2016年ヒラリープラス5でバイデンプラス7.3で今ハリスプラス0.8っていうことこれも誤差の範囲内ですよねでペンシルベニアに関しては、えー、とヒラリーがプラス2.8バイデンがプラス4.1だったのが今トランプ大統領のプラス0.4になってるというようなことで,でもし仮に この平均値っていうものが正しかった場合どうなるかって言ったらおそらくこうなると。えっ、ー、とトランプ大統領が、えー、と必要な過半数270超えて287の選挙人票を取って、まあ、勝利しますよというようなところで、えっ、ー、とまあこうなってくれたらいいなっていう感じなんですが、これが今のところの平均値ですね。 で、えっと、続いてなんですが、あの、まあ、正直、あんま聞きたくない話かもしれませんが、その最終的な世論調査結果まとまりましたと。で、民主党側は、ま、カマラ・ハリスが優勢ですよっていう調査結果いくつも出てきていますから、まあ、その一部を紹介しますと、え、例えば CNN が取った調査ですね。これに関しては、カマラ・ハリスが278取って、ま、勝つだろうという見込みですね。 えっと、基本的には、ジョージア、ネバダはトランプ大統領を勝って、ペンシルベニアがちょっとどっちに転ぶかよくわからんっていう感じなんですけれども、まあ、それでも基本的には、ハリスが、アリゾナとノースカロライナも取って勝つというような見込みになっているというのが CNN ですね。 で、えっ、ー、と、次が、えっ、ー、と、えっ、ー、と、NPR が取ったやつで、これマリストっていうところと一緒に取ってるんですが、ここも結構ね、外しまくってるところですね。2016年と2020年6%前後確か外していたんですけれども、ここは、えっ、ー、と、カマラ・ハリスプラス200な、えっ、ー、と、カマラ・ハリスが270で、まあ、ギリギリ勝利と。まあ、いわゆるあの、ブルーウォールを死守するっていうパターンですよね。トランプ大統領がノースカロライナ、アリゾナ、ジョージア、 プラス、あと、ネバダを仮に取ったとしても、ミシガン、ウィスコンシン、ペンシルベニアをハリスが取るので、えー、カマラ・ハリスが勝つんじゃないかっていう結果ですね。であとは、えっ、ー、と、これは、あの、ユーガブっていうところとタイムズ紙あのー、 イギリスのメディアですね。そこが取ったやつに関してもカマラ・ハリスが276で勝つだろうということなんですけれども、一応このユーガブはね、あのネイト・シルバーさんが指摘しているのが、基本的にカマラ・ハリス寄りの結果出すことが多いところだということなんですけれども、そういうバイアスを加味した上でカマラ・ハリス276じゃないかというようなことですね。 というようなのが、まあ民主党寄りの調査結果として、こういうものもあるよということなんですが、えっ、ー、と、大統領選挙の結果予測でよく注目される人が、あの、歴史研究家のアラン・リヒトマンっていう人なんですね。で、彼がですね、その大統領選挙予測13の、なんか独自ポイントに基づいて、えっ、ー、と、分析して、で、今回カマラ・ハリス勝利予想しております。 えっと、まあ、1984年以降、10回中9回の選挙結果を当ててるっていうことなんですが、2000年選挙、あの、ブッシュ VS アルゴアですよね。えー、あれ、あの、ブッシュ、あ、ビッシュになってる。まあ、いや、はい、ブッシュ勝利ということで、あの時ね、あの、アルゴア勝利を予想してたんですよ。で、 えっと、ただ、正直、フロリダ州でブッシュ大統領を勝ったのって、あれ、おかしな話なんですよね。なので、えー、僕は正直これ事実上的中してたんじゃないのかなっていうふうに思いますが、ただ、2020年選挙に関しては、バイデンの勝利を的中させたことになってるんですね。ただ、ま、何度も言ってますが、2020年って2万1500票差で、あの、勝負決まってたわけなんですよ。で、あの、大規模なね、ハンター・バイデンの検閲、あれ一つ取ってもあれなければ、まあ、どう考えても勝敗ひっくり返ってたわけなので、まあ、そう考えると、2020年 に関ししてては事実上外してたんじゃないのかなっていいう風に思いますでそんな彼が今回13のポイントに基づいててその分析もねあの経済その短期目線と長期目線でどうかみたいなやつでどう考えても両方クソじゃないですか今の経済ってアメリカさん。いいって言ってるんですよ。 えって話ですよね。で、外交に関する成果っていうところに関しても、なんか成果、あの、よくわからないっていう、なんか横線になってたんですが、どう考えても外交失敗してまく、しまくってるやんけって話じゃないですか。みたいなところで、ちょっと突っ込みどころが多くは多すぎる予測だなっていうふうに思ったんですが、 まあ正直、無理やり一個そっちにしてんじゃねえのって思いたくなるような予測の仕方ではあるんですが、一応ね、こういう結果も出てきていますよということで、はい。まあちょっとあんま聞きたくない話だったかもしれませんが、まあこういう話もありますよということです。 で、一方で、あの、共和党寄りの調査結果も出ているものがありまして、まあ一番有名なところではトラファルガーですね。えっ、ー、と、2020年選挙を的中させたってことでも有名なんですが、トランプ大統領が306とって勝つだろうということで、激戦州の中で落とす可能性があるのはネバダ州だけで、その後は、その他は全部取るんじゃないかというような感じなんですね。ただトラファルガーグループは2022年の中間選挙でとてつもない外し方をしたので、 ちょっとどうなのかなっていうところは正直ありますね。はい。で、あとはですね、あの、クアンタスっていうですね、これ、いつから活動を始めるのかよくわかりませんが、あの、まあ、だいぶその共和党寄りの活動をされていることで有名なところは、トランプ大統領。 が優勢とといいう,うな結果を出ししていますすあとラスムッセンですね一応、中立というふうに言われることもありますが僕としてはどこからどう考えても共和党寄りの,その活動している、ね、調査会社ですから、まあね、調査の取り方は、ね、中立かもしれませんが、はいまあ、一応、そういうバイアスとかを加味してもということで見ないといけないんですが、まあ、ラスムッセンはトランプ大統領が優勢だよというような感じになっています。が まあこんな感じで、あの、カマラハリス優勢のものもあれば、トランプ大統領優勢のものもありますし、あと何よりもですね、過去2回で正確だったやつ、え2020年、2022年選挙を的中させたアトラス・インテルっていうところがあるんですが、ここに関しては、カマラハリスが登場した後も、トランプ大統領優勢で結果出し続けてるんですね。で、今回最終版が出てきまして、えっと、これによると、まあ、こんな感じになりますよっていうことで、トランプ大統領287は確保して、 していてえただ、ウィスコンシンとミシガンがどっち転ぶか分からんということなんですが仮に両方取ったとしてもえカマラ・ハリスは270絶対いかないのでトランプ大統領の勝利だろうというようなまあ、そういう結果になっています。っていうふうに、まあ、所詮世論調査といえば世論調査なんですけれどもまだ、えー 確実にこの結果って言えるようなものが、まあ、出てはいない状況なんですね。まあ、なので当日とあとは、えっ、ー、と、おそらく集計に2、3日ぐらいかかるんですね。あの、短く見、見積もっても。 なので、その期間中に変なことが起きないかどうか、まあ、どれだけ共和党側がしっかりスタッフを送り込んで、24時間しっかり監視することができるのかどうかとか、まあ、このあたりが、えー、重要になってくるんじゃないのかなっていうふうに思うんですが、はい。まあ、ひとまず今、情勢はこんな感じになっております。残り3日というような状態なんですけれども、本当ドキドキして、見守っておきたいなというふうに思います。はい。ということで、えー、っと、最後にお知らせで終わりたいと思います。え、今3.0チャンネルのカズさんとコラボが決まっております。え、日本時間の11月7日木曜日の午前10時から来 週間アーカイブ視聴すすることとがが可能でで事前ののの申し込みが必要なので概要な概欄のリンクをぜひともご覧ください選挙結果が多分出揃っていないタイミング出てたらトランプ大統領が信じられないレベルの勝ち方をしていて、えっと、もうお祭り騒ぎな感じで僕もなんかすげえハイテンションでお話をすることになると思うんですが、はいまあ、そうなるといいなって思いつつ、えー、ただまあそうならなかった時は、まあ、どちらに転んでも2025年以降どういうい世界がどうなるかっていう話をできたらなっていうふうに思っておりますのでぜひ 人も聞きに来てくださいということで最後までご視聴ありがとうございました最後はですね昨日あの僕のその寝室にえーとジャガデブタのを入れてで、ね、じゃあ僕も寝ようと思って扉を開けたらですねちょうどたぬきくんが寄生あげてジャガくんに襲いかかってたところなんですねまあ、いつもなんかにゃん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 って噛みつきに行くんですけれどもえそれをあの撃退していたジャガくんでお別れをしたいと思いますこの腕がすごいですよねこのあのなんかね 止まって見えるみたいな感じになるでしょうかね。はい。えー、というような、あの、じゃがでぶたんでお別れをしたいと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。